ワンダです、ボカーです。今度言ってるやつあるぞ。はい、今日はですね、BC グループ現役ホストで独断と偏見で最強ホスト紹介してみたわ。チームはあのー、僕たち、フォーカード、BC グループというね、ホストのグループに所属させていただいてるんですけど、今回は、すごいね、何千万プレイヤーとか、数字を売ってはる方もいますし、フォーカードのね、メンバー全員、本当にすごいホストなんですけど、一旦そこは抜きにして、いろんなホストを知ってほしいということで、僕の独断と偏見でね、ちょっと関わったことがある人だけっていう、ちょっと偏りにはなるんですけど、この人すごいよっていうホストを紹介していきたいと思います。それでは、ホスト紹介まで、3、2、1、どうも。ですけど、今回はね、5人の人をちょっと紹介させていただきたいと思います。僕もね、ホスト歴はまだ2年経ってないぐらいかな、2年弱ぐらい、ちょっとまあ短い方なんですけど、まあ出会ってきた中でこの人と出会って僕のホスト感が変わったなっていう人を紹介できたらなと。はい、いろんなすごい人いるんで、まず1人目、店舗名がワンビートクラッシュって大阪の店舗の三上志優アドバイザーです。志優さんなんですけど、まあ1回ぐらいしか僕は お話しさせていただく機会なかったんですけど、見た目がジオンなん、 K-POP のあのビッグバンのね、めちゃくちゃジオンそっくりで、なんかおしゃれ、あのお客様を魅了するというか、我が日を行く系ホストなんですけど、めちゃくちゃお得意がある人で、お話しさせていただいた時にこの人と喋って、すごい僕も何かが変わったというか、見せ方みたいなね、いろいろやっぱホストいろんな方がおられるんですけど、この人なんかも一言で言ったら男気です。あとシャンパンコールがめちゃくちゃうまいっていう、ちょっと気になる方はシャンパンコールのちょっとミニで見てほしいし、ちょっと喋ってみてほしいですね。でちなみにシユさんが憧れてる人は島田紳助さんです。もう女の子目線ちょっと見てみてほしいですね。2人目、最南端の地クラブリードの月上翔吾代表です。よー、この方はですね、我らが鳥蔵さんのね、まあ現時代が月上海事っていう名前なんですけど、弟分として月上っていう名字がついてはる方なんですけど、もうこの人はあのめちゃくちゃ悪く聞こえるかもしれない、うるさいそう、うるさいんですけど、めちゃくちゃ喋るし、めちゃくちゃ飲むし、もうなんか一緒に働かせてもらった経験あんまりないんですけど、ちょっとだけなんですけど、次元が違うなって思った人ですね、この人は。はい、今ちょっと沖縄の方でね、店舗出してあの代表の方してるんですけど、まあもしね、沖縄の方でクラブリード行ったことないよっていう方はね、大阪っぽい雰囲気も味わえると思うんで、会いに行ってみてください。北海道にも遊びに行ってください。はい、そして3人目ですね、3月度かな、1700万プレイヤー、ワンビートクラッシュのハグマヒイラギ店長です。はい、この人もめちゃくちゃすごいんよ。見た目がバンドマンみたいな、マッシュ系の、ピンチャキンマッシュのツルンってした感じじゃなくて、うねうね感というかね、なんとかマッシュみたいな頭の方なんですけど、見た目めっちゃ頭良さそうに見えるんですけど、喋ったらなんかめちゃくちゃふざけてくれるし、面白い人みたいな。なんか多分喋ったことある人はわかると思うんですけど、いい噂しか聞かないです、この人は。ほんまに。ホストで結構悪い噂流れがちなんですけどね。すごいこの人も僕がお話しさせていただいた中でも、印象に残って有言実行できる人というか、すごい尊敬しているんで、よかったら気になったらね、会いに行っていってください。大阪です。はい、4人目、レビンファーストの辞書なりって書いてジクショナリっていう名前の代表です。この人はね、頭がアンドロイドなんや、何回転してんのぐらいの言葉を喋ってて、もう辞書っていう名字がつくぐらい言葉のなんかボキャブラリーというかね、すごい頭のいい方で、あのインスタとか多分見てくれてるって分かると思うんですけど、インスタのストーリーのなんか質問あるやん、あれに返す言葉がちっちゃくて読み切れへんぐらいのことを返す人なんやね。この人の出会いはセットサロンで、僕が新人の時に接されてたら、横から君言っていいやんなって言ってきて、全然知らんけやって、パッて見たらそうなりさんでした。今ちょっとガッツリプレイヤーしてるかわかんないんですけど、よかったらね、あの行ってみてください。はい、そしてラストですね、この方は5人で挙げていった中の唯一の後輩というか、僕より歴が短い方なんですけど、リベリオンセカンド2部の早瀬千秋主任です。はい、最近主演に上がったんかな、すごい今田さんの千秋くんがね、あんまり成績の方が伸び悩んでた時にすごい講談の方をねしてくれてた後輩の従業員なんですけど、一瞬で抜かれましたね。なんかもうほんまに努力家というか、もう真面目で、めちゃくちゃ僕がこのお店を良くするみたいなすごい考えを持ってて、有言実行してるというか、その口に出したことをちゃんと実現できる、本当に根性があるすごいホストやなと改めて感じましたね。最近140組オーバーかな、組数が。もう数字としてもめちゃくちゃすごいし、もういろんな人に愛されるホストやなと思ってるんでね、よかったらちょっとどんな人なんかなとか思った人がいれば、会いに行ってみてください。はい、ちょっとね、今日はあの5人の BC グループに在籍してる現役のホストの方を紹介させていただいたんですけど、やっぱ数字もね、めちゃくちゃすごい人もおれば、数字だけじゃなくてホストとして本当にすごい人とかねっていう人をちょっと僕紹介したかったんで、なかなか表に出てこない名前の方とかもね、
られるし、フォーカードは抜きにしてるんですけど、全員もうパルストゲーマーなんでね。まあなんかさ、あんまり面白い動画じゃなかったんですけど、そういういろんなホストがおるっていうのも、やっぱりね、悪いイメージがある中で、すごいこんなに人間として尊敬できるホストの方もいるんだよっていうのは分かってほしかったんで、まあ今ね、コロナですごい大変な時期なんですけど、コロナが落ち着いてね、ちょっとでも興味がある方がいれば、お店の方に足を、はぁ、あぶべ、なんと思った。お店の方に足を運んでみてはいかがでしょうか。ちなみに、クラブレイスは、ユッティさんがね、一番かっこよくて、色黒やのになんか、日本中どこ探してもね、おらんぐらいの色黒でナンバーワンでね、すごいいいホストがいるんでね、みんなに好かれる人気者がいるんで、よかったら皆さん、北海道まで遊びに来てね。生ら待ってるよ。